ということで今週も始まりましたコージー富田のモノパチジャパン、メイン MC のコージー富田です。よろしくお願いします。さて皆さん、はい、早速でございますが重大発表をさせていただきたいと思います。その重大発表とは、実はこの番組、はい、今回のこのバトルをもちまして、はい、地上波ではお別れとなってしまいました。ちょっと仕事がそういう問題、寂しいとかそういうんじゃない寂しい、寂しいよね。木原さんどういうこと？そうなんです、昨年の7月にスタートいたしましたコージー富田のモノパチジャパンなんですが、10月からですねコージー富田のモノパチジャパンウェブとして、装いも新たにパチンコスロット部分に特化したプログラムでお届けしようという試みでございます。スロット部分に特化してるのコージーさんでいいんですか？厳しいとこついてきますね。ちゃんも、まあ、どこそこやと思うんだけど、当ててるって思う、いないとこで言うよく取られているのにそう言えるね。確かにあなたの方がね勝率はいいですけども、ね、まあ、でも確かに私何もできないから、ですからですね、はい、後ろ向きではなく前向きな今日はファイナルということで、なるほど、そうなんです、前向きな考えて、そういうことです、はい、最後ということで、地上波ファイナルスペシャルマックス頂上決戦真剣3番勝負3部門3機種3時間バトル。はい、ということで今回はですね特別企画でございます。3対3のチーム戦ということで3機種のマックスタイプを使ったバトルを行いたいと思います。チームモノパチはもちろんコージーさん、そしてナノカちゃん、川村さんの3人で戦う、そうです、はい、こちら3名で戦っていただきます。そして気になるゲストチームですが、この番組にゆかりのある方々にお越しいただきました。まずは1人目、今年7月に放送された初夏のスペシャルに登場、女優、歌手、グラビアアイドルとして活躍、趣味のパチンコの腕はもうプロ級、パチンコアイドルとしても人気、エリーナー。今日は田中真紀子さんも来てくれて、田中真紀子でございますけれども今回来て嬉しいです。今日来ていただいて、はい、今回2回目でございます。すごい、キンキンに来れてすごい嬉しいです。そうですか、大好きな番組なんで。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ウェブでもちょこちょこ来たいです、ね、さあ続きましては2人目です、はいはい、今年2月に放送されたパチンコバトル冬の陣に登場、2代目閉店ちゃんとして夜な夜なホールを徘徊、ゲーム、アニメ、漫画が大好き、好きな声優は水木奈々さん、5個、6個、7個7個ちゃんです。もう最後の最終戦ということで参加できて嬉しいです。いやいやいや、来ていただいて嬉しいですよ。3人目です、モノパチジャパン初登場、でもそんなの関係ねえ、ご存知、姿勢派筋肉芸人小島よしおさん、ラッタラッタピアー、よろしくお願いします。以上3人ですね。はい、ちょっと待ってください。私、はい、この番組に何のゆかりもございませんが、そうです、初登場って言ったんですが、はい、小島さん縁があるんですよ。え、実はですね番組の会議に、はい、何度もいろんなタレントさんを呼ぼうという案が出てた中で、はい、小島よしおさんの名前が絶えず出ていた。おお、それはありがたいですね。そうなんですよ。しかしですね、はい、上がっては消え、上がっては消え、ダメじゃないですか、その最終選考に落ちてんじゃないですか。いや、で、今回実現した次第ということなんですよ。間に合った、ギリギリ間に合いましたね。間に合ったよ。やっと出れたと思ったらもう最終回なんですか。その後、ゲストのチーム名を決めようとしたところ、重大な事実が発覚。エリーナ、ナナコ、コジマ。繋がった。そう。ってことは、チームしりとり。チームしりとり。チーム名が決まったところで、今週もスタート。
のモノマチジャパン。コージー旅のモノマチジャパンはジャパンニューアルファーの提供でお送りします。今回のスペシャルバトル、小島よしお率いるチームしりとりが勝つのか、コージー富田率いるチームモノパチが勝つのか、戦いの火蓋が今切られようとしています。それではバトルスタート。せーの、スタート。色っぽい、色っぽい、頑張るぞ、頑張るぞ。本日は3機種をご用意させていただきました。新世紀パチンコベルセルク、そしてですね CR ガロファイナル、パチンコ仮面ライダーマックスエディションと3機種6人が登場しております。お願いね、可愛がってる、お願いね、当たりますように。こうやってやると当たるんです。パチンコは友達。今週はベルセルクで戦うグラドルバトルを中心にお届けと、その前にドラゴン川村の対戦台情報。今回ナノカちゃんとエリナさんが戦っているのは新世紀パチンコベルセルクで、こちらの台の特徴なんですけども、大当たり確率が399分の1で、確変突入率が 80% で、右打ち石の図柄揃い、これがですねなんと全部16ラウンドです。で、熱いポイントは、軍予告、それから、強戦士予告、体験ギミックといろいろあるんですけども、まあ OK さんといえばですね、チェッカー柄でしょ。もうここ激アツですから、要注目です。どう？全然。いや、私今真剣なんですよ。さあ、新世紀パチンコベルセルクを打っているのが MPJ セブンガールズなのかちゃん VS、 そして今日のゲストチャレンジャーエリナさん。お久しぶりです、皆さん。お久しぶりです。今日はなんとですね、全身白の衣装で身をまとっております。可愛いですね。もう可愛いです。なのかちゃんとバトルするっていうんで、若い子には負けないぞと思って。いや、エリナさんも十分若いと思いますけども、はい、ね。さあ、そんなエリナさん、新世紀パチンコベルセルク、はい、プライベートも含めどうですか、打ったことは。あの、初めてなんですよ。なるほど。じゃあ演出等はあまりよく分かっていない感がありますか。あの、分かってないんですけど、はい、とりあえずあの剣が出てきて、はい、保留玉の色が白とか赤とかになるといいですよね、はいはい、もうそれをもう目指して。なるほど。なんですけど、私マックスタイプ大好きなんですけど、はい、あの単発で終わっちゃうんですよ、いつも。なるほどね。連チャンできないんで、ちょっと自信がない。単発の女エリナということですけども、はい、隣の MPJ セブンガールなのかちゃんに一言宣戦布告をよろしくお願いします。恐竜でもパチンコでも負けないからね。またおっぱい同士の対決ですか。それではここで地上波ファイナルスペシャルマックス頂上決戦真剣3番勝負のルール説明をさせていただきます。バトルタイムは3時間、1チーム3名で構成、1対1の機種別バトル、各機種ごとに勝敗を決め、勝利数の多い方が優勝、負ければ罰ゲームとなっております。また3時間のバトルで出玉の多かったチームには勝利者賞として、小田急本厚木駅徒歩5分、レンブラントホテル厚木のランチお食事券を。さらにコージーさん率いるチームモノパチが勝利すれば、テレビをご覧の方の中から1組2名様にレンブラントホテル厚木のランチお食事券をプレゼントします。そして3時間のバトルで1万5000玉以上出されたチームには、別府温泉や鍾乳洞のある九州大分へレンブラントホテル大分の宿泊券をプレゼントします。なお、番組ホームページでは勝敗予想を開催中。当選者の中から抽選で素敵なプレゼントが贈られます。それではここでチームしりとりエリナさんの台に注目してみましょう。なんか光ってる。あー、白い扉だ。あ、赤いよ。
絶対来てる。さあ狂犬クラッシュが動いた。やったー。なんとエリナさん大当たりゲット。セクシーエリナ大当たり。かわいいですね。本当にやりました。なんとあー変わらない。3部門3機種3人でのバトル、当たりを引いたのはなんとゲストチャレンジャーエリナさん。ナノカちゃん先にやられてしまった。やばい。さあどうなのか。いやだ、頑張ったけど嫌なの。4ラウンド通常の可能性があります。この子可愛いけど弱いんだよ。さあエリナさんの台、大当たり確変ゲットとなるんでしょうか。お願い頑張って。殲滅失敗ですよ。失敗です。失敗です。これで4ラウンド通常でしょう。なんと399分の1を引いて、残念ながら4通ということになります。 20% を引いてしまったのか。やっちゃったよまた。これ引き戻せない。これじゃ引き戻せない可能性が大ですね。やばいと、はい、ほらね言ったでしょ。ベルセルク説明しようか。説明して。ベルセルク大当たり号は初回大当たりの時にね、はい、潜伏する可能性あるんですよ、はい、あの台って時短がないですから、潜伏したらずっとへそから狙っていくんだけども、モードが転落することがないんですね、もし潜伏だった場合、はいはい、うん、だからモードがスーパーって上についたら、もうその時点で潜伏確定なので。なるほど。転落しなければ OK と。なるほど。通常状態に戻らなければね、液晶がね、うん、で OK です。モノパチジャパンメモリー。バトルステージは神奈川県厚木市にありますジャパンニューアルファ厚木金田店。店内にはパチンコ480台、スロット320台を設置。テルテラーメンでおなじみの三吉食堂やゲームセンターボヤージなど複合施設も充実しております。さらに会員カードには AR 機能を搭載。アプリを起動しスマートフォンでカードを撮影すれば、スマホ内で最新情報をゲットできます。マックス頂上決戦、チームしりとり VS チームモノパチ。今週はベルセルクで戦うグラビアアイドルバトルを中心にお届け。チームしりとりエリナさんの台ですが、大当たり後は泣かず飛ばず。ガッツ使用モードも間もなく終了。ですか。こちらはチームモノパチナノカちゃんの台。
ますね。なのかちゃんじゃない。なのかちゃん、ボディ色は赤色ですね、これは。そうなんですけどね、どうでしょうか。どうか、これはガッツを救出できるかどうかということになります。さあ、カットインからグリフィスが助け出すことができるのか。さあ、ここで当たりを引けるか。なのかちゃん、プッシュボタンだ。そんな夢のアプリがあるのです。アプリのダウンロードは簡単です。店内にあるバーコードを読み取るか、ジャパンニューアルファで検索します。会員カードにかざすだけ。皆さんもぜひ AR アプリをご利用ください。せーの、モノパチジャパン。マックス頂上決戦、チームしりとり VS チームモノパチ。今週はベルセルクで戦うグラビアアイドルバトルを中心にお届け。お次はチームしりとり、エリナさんの台に注目。今夜はどのような展開になるのでしょうか。バラエティに CM に大活躍、ご存知なのかちゃん。おうまいよね。参りました。皆さんこんばんは、司会の渡辺正之。はい、皆さんこんばんは、クライアンティスポでございます。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今週の第2位、近藤雅彦さんの愚か者。愚か
あるそうめん。食べ食べ。いやそんなそんなところに入ってるんです。今回の対戦台新世紀パチンコベルセルクはご覧のお店のほかジャパンニューアルファ各店でご遊戯いただけます。今週はベルセルクで戦うグラビアアイドルバトルをお届け。ここでチームモノパチナノカちゃんの台に注目してみましょう。富田のモノパチジャパンはジャパンニューアルファの提供でお送りしました。次回のモノパチジャパンはマックス頂上決戦第2弾ガロファイナル対決と仮面ライダー対決の模様をお届け。セブンガールズも前進。9月19日木曜日深夜1時そうですか、はい、ね、今日はちょっと頑張りたいと思います。そうですね、ぜひ頑張っていただいて、はい、よろしくお願いします、ね、はい、ただいや敵としては怖いですけどね。そうでしたっけ。怖いですよ、だって敵としては。いや、そうでもなかった気がします。いやもうね、今日はその今まで出せない今まで今日は出そうと、最後の最後に、はい、最後の最後に発揮したいと思います、はい。そうなんですよ。ゆかりのあるっていうのは裏方の事情として、はい、ゆかりのある方ということで、会議場ゆかりがあったってことですね。そういうことなんですよ。なるほどなるほど。会津小島さんの名前は私たちは聞いていたということなんです。うん、はい、どうですかマイケルジャクソンさんは。ちょっとモノマネ番組でメイクでマイケル・ジャクソンにすごい似させられることありましたけど、これで振られたらもう本当にただのマイケル・ジャクソン好きの大学生ですから。さあ以上ゲスト3人をまとめて、はい、チームとさせていただきたいと思います。はい、あ、はい、この3人で、はい、ただですね、はい、まあ、向こうはチームモノパチという名前があるんですが、はい、3名共通するものを何かチーム名を決めていただかないといけないんですよ。共通するものはまずないですよ、はい、今んとこチーム何々というのをちょっと決めていただきたいんですけど、
いやさっきねちょっと実はね、はい、あの緊急ミーティングがしたんですよ、はい、共通点はどこかの、はい、出身地とか血液型とか、はい、全部違うんですよ今んとこちょっと肺呼吸っていうぐらいしか共通点がないんですよねなるほどなるほどちょっと真ん中なんで右側線真ん中これ真ん中ですか、うん、え何かに見えますか何かあの生き物係の逆のパターンですね生き物係の逆あのあ男性が一人で女性が二人死に物狂いみたいなあ生き物の逆で死に物狂いコージーさんそれいただいていいですか死に物でどうかなと思いますよねそれでいいですかどうします山に見るからチームマウンテンとか、うんじゃあ、チームモノパチバーサスチームしりとりということで、はい、決まりました負けませんよこれでバトルを行っていきたいと思います、はい、こっちもしりとりでいいなえ、無理ですなのか、川村ラ、ラージー、富田ラージー、富田、誰だ誰がラージーラード、ラッツ&スターおぉまあまあやめるかこいつなんか弱っちそうなんだよなほらなのかちゃん、はいまあ、MPJ セブンガールズとしてもう今だから言えるぶっちゃけ話とかないんですか聞きたいなんか、はい、私以外の子みんな遊んでるのになんか私みんなと遊んだことないなのかちゃん違う違うその情報は結構入っております悲しいおそらくなのかちゃん嫌われてる誘われないえ違う違うじゃあ今日はあの解説席にいるバニラちゃんにその辺をちょっと聞いていきたいと思いますあ違うあの七夕七夕かなんかの時に、はい、私なのかちゃんに行くって言ったんですよはいなのかちゃんの言ったよ、ね、お家にそう絶対嘘だと思った、はい、でそれは実現したんですかしなかったなんで実現しなかったんですかでもバニラちゃんは誕生日プレゼントくれたのそうまあ、でもマリアちゃんここだからもう最後ぶっちゃけて言っちゃってくださいどうなんですかナノカちゃんに対して嫌ってたの、私はナノカちゃん女と私が男だとしたら女として見てるから、はい、どうやってますどういうこと女として狙ってます狙ってえマリアちゃんってそういう手があるっていうことですかあだから男にあんま興味がないですかあなんか男の本性を持ってるんですよあ男らしいので内面がなるほど女としてはなのかちゃんを見てるなのかちゃんはい狙われてますなんて光栄なことです今日はあの更衣室とか気をつけてくださいねそうですね、はいもしかしたらそういうことにね俺のナノカですそうじゃあナノカちゃん嫌われてるわけではないということでいいですかユナちゃん以外は分かんないですねそうですよね、でも MPJ セブンガールズ6人は他全員遊んでいるのにナノカちゃんだけ誘われないなんか私とユナちゃんのちょっと1期生が、ね、ちょっと悲しい気がしますね本当にエリナさんさん振り向くと笑顔が素敵ですけどもありがとうございます隣のなのかちゃんはい MPJ セブンガールズの中ではちょっと嫌われてるみたいですねなんかねあらららららら。ないよでもやっぱりみんな打ちたいけどなのかちゃんばっかりいつも打ってるから、うん、打ちたいなって思ってるじゃないですかあそうですねなるほど、うん、うまいことまとめますね羨ましくてしょうがないという、ねさあグラビアの先輩としてなんかちょっとね処世術も教えてあげてほしいところではありますけどもあーやっぱ色気ですかね大人の色気ですかえなんか今日エリナさん川島直美さん川島直美さんはい似てないですかエリナさんが川島直美さんに似てる件をマニラちゃんが伝えておりますけども私の血はワインが流れてるの似てますか田中真希子に続く第2弾モノパチから出たモノマネ第2弾川島直美出た出た確かにちょっと雰囲気が川島直美さんっぽいですよねありますよね、レパートリー増えちゃいました、なんか段吉直美のお笑い漫画道場をやってほしいです、うちの制作とかディレクターもその世代だから今の川島直美さんよりむしろその
お笑い漫画道場時代の、川島直美さんがいけると思います。あ、なんか言われます、大学時代とか。はい、ジュリテンは、はい、MPJ セブンガールズ、はい、なのかちゃんと、はい、なんか思い出はありますか。あ、なのかちゃんどうでもいいですか。まあ、若干どうでもいいところはあるんですけど。ひどいひどい。いや、嘘です、あの本当にこの武器主に重大発言。嘘ですよ、嘘ですよ、あのそういうふうに、ね、言わないと、はい、ね、もうでも今日で会わなくなるからもう。いや、でもさっき、はい、もう今日で会えないねって言ったら、はい、会うでしょって言ってくれたんで。なのかちゃん、なのかちゃんでも絶対会わないと思う。あ、ひどい、やだ、なんかね、ショック。意外と会わないですよ。いやだ、私はでもなのかちゃんの家に押し売りに行きます。お、何売りに行くの。それなんかさっきも同じことを言ってた人がいますけども。いやいや、ハルルですか。いや、アイスバニラも。はい、家に行くと言っていたが行けなかったと。家を知らないっていう。はい、やっぱりこれで MPJ セブンガールズは仲間が悪かったという。いや、悪くないですよ、はい。次回のモノパチジャパンはマックス頂上決戦第2弾、ガロファイナル対決と仮面ライダー対決の模様をお届け。セブンガールズも前進。9月19日木曜日深夜1時。